よいしょ。あ、上層カントリーに来てます。逆光だから見にくいかもしれないですけど、ティーショットだけ打ちたいと思いますが、まだここ、うん、あーへー、高松志門先生が来られたこともあるそうです。高松志門がその辺のなんか柵みたいなところにピーアップして、こうやってこうやってその上からとかで、あと連続してボールとかすごいですね、いっぱい置いて、それでポンポンポンふざけたことやってたけど、でもあれあの人しかできないの、誰でもできるけど、でもあのクラスの人だったらできることみんなできてる。あとなんか横田慎一とデーブ大久保が来てる写真を多分ここで見たような気がしますね。あ、違うかな、フェイスブックかなんかで上げてたのかな、あ、上層来てんだとかと思って、プロはここのプロかな、なんすかね、そっから5番ウッドで打って、あのキーと越えていって、越えていってましたからね、あっち側向かって打つんですか、こっちなんですか。まあ、グリーンは左あっちなんですけど、グリーンはあっちなんですけど、まあこっち行っちゃうともう全然木だらけだから、もう全然もうあの右のバンカーぐらい狙っちゃってて、ただ飛びすぎると入っちゃうんですけどね、バンカー。準備できた方は、はい、じゃあ取っといてもらっていいですか、ごめんなさい、こんな感じで、はい、逆光だけど、はい、逆光なんで、まあ、あんまちょっと見えず、うん、まあ、お願いします。はい、お願いします。ノーボール。あれ、これだっけ？はい。これそのままで。はい。そのままで行きます。はい、パワーポット。パワーポットのキーが入らないときはこうやって使えるんです。ハンマー。うん、久々だねこれ。初めて見ました私。おー、ナイスショー。音があんな音するんですよ。これね、絶対スライスの出ないから、うん、俺普通に打つと左巻いちゃう。いやうまい、俺、ね、多分チーピンが出そう、それ、はい、お願いします。いや、スタイルいいな、うん、ナイスショー。ちょっと一回かませたい。かませてちょっと今落としたときに。じゃあ行ってまいりまーす。帽子がダメなの。